七節は、節足動物門昆虫綱七節目に属する昆虫の総称。装飾性の昆虫で、木の枝に擬態した姿が特徴的。七節の七は単に、たくさんという程度の意味で、実際に大切を正しく七つ持っているわけではない。また、竹節虫は中国語由来の表記である。七節目の学名のフェーズマチジアは、異様なものを意味するファズマと、 工事の分類群を示すオーデアを合わせたもので、学名についてはこの他にファイサミだとする場合もある。様々な種の7不種類の卵細長い体で、その姿は早枝などの植物体に擬態している。また、硬い卵角に覆われた卵も植物の種子に似ている。体長は数センチメートルから50センチメートルを超えるものまで様々。 日本には15から20種類程度が生息していると言われている。不完全変態。基本的に両性生殖だが、七節もどきなどは単ため生殖を行い、オスが非常に稀である。羽根や飛翔能力を失ったものが多い。体下の程度は様々で、雌雄とも完全な飛翔能力を有するものから、オスのみ飛翔能力を有するもの、雌雄とも完全に、 ブハネのものまである。このハムシのメスのように、上羽を有する者の,の飛翔能力は失われている、例もある。防御手段の一つとして、敵に襲われた際に足を自ら切り離す、地切れを行う種が多い。失われた足は、地切れ側か霊栄養中時に行われたものであれば、脱皮と共に再生していくが、成長段階の終わりに近い時期の地切れほど再生され、固く、終わり栄養中、 成中での地切れは再生されない。七ナ不ナシは自重の40倍の重量を運搬することができ、従来は自重の1、20程度の重さしか運べなかった。産業用ロボットを改良するため身運変更か、大学などで幅広く研究され、七ナ不ナシモデルと呼ばれる六脚ロボットが開発されている。熱帯から温帯に分布する。世界には約2500種の七ナ不ナシの仲間がいるとされている。 ただ、七節の分類は大幅な見直しが進められており、以下に記述されている日本国内種についても、これから整理される可能性があるため注意が必要である。七節もどき日本飛び七節棘七節、ありがとうございます。